はい、えー、今日はですね、えっ、ー、と、Yahoo n e の方に映画マトリックスの世界を完全再現するゲームデモに感じるメタバースの未来という記事を書いたので、ちょっとこれをご紹介していきたいと思います。このね、あの、動画がすごいですよって話を音声で紹介するのめちゃめちゃ難しいんですけど、ぜひちょっと気になった方は動画見ていただきたいんですよね。あの マトリックス。まあ、これ、今日がえっと15日なんで、あさってかな。えっと、マトリックス・レザレクションっていうあの第4作にあたる映画が公開されるんですけれども、これの公開を多分、睨んだタイミングとして合わせて、あのエピック・ゲームズ社がマトリックス・アワイクンズっていう動画とデモゲームを公開したんですよね。 これがすごくてですね、まあ、ちょっと本当動画見てもらわないとなかなかすごさが伝わらないと思うんですけど、マトリックスリロー,レリローデットの高速道路であのエージェントと戦うシーンがあるんですけど、これに近い状況をゲーム機で再現しちゃってるんですよね。あのまあ、動画自体、 えっと、YouTube に上がったんで、それ見ていただくが一番早いんですけど、あのまあ、今回のマトリックス・レボリューションズのキアヌ・リーブズも出てキーの、第1作のマトリックスのシーンも出てキーの、まあ、そこをパロディっぽく作った形で、まあ、言ってしまえばエピック・ゲームズの作っているアンリアル・エンジンっていうゲームエンジンですね、3D の キャラクターが動く環境を簡単に作れるエンジンがあり、アンリアルエンジンっていうのがあるんですけど、これのアンリアルエンジン5っていうのが出たよっていうプロモーション動画なんですけど、あのプロモーション、プロモーションゲームですね。あのプレステ5とか Xbox の最新端末を持ってる人はそのゲーム自体をプレイするんですけど、まあ、ほとんどの人は持ってないと思うんで、僕も実はまだプレステ変えてないんで、どうやったらプレステでに入るんですかね。本当教えてほしいんですけど、あの、 そのプレステンでプレイできるゲームの動画が、マトリックスリローデッドの映画そのものになってるっていう。何言ってるかわかりますかねあの、これね、あの、清水さんっていう、あの、起業家で、僕も,うもう結構、あの、まあ、仲良くさせていただいてるっつっても、あの、最近全然お会いしてないですけど、まあ、清水さん結構ゲームとか、この、 コンテンツについてこだわりがある方で、まあやっぱりマトリックス、マトリックスに出たのは1999年ですからね、ただそのマトリックスが出てきたときにこうゲーム屋からすると、やっぱこんな映画みたいなものをゲームで作るのって相当無理難しいだろうなっていうゲームはいつになれば映画に追いつけるのかっていうふうに思ったようなマトリックスの世界をもうゲームで再現できてしまうなんてすごいねっていう記事をノートに書いていただいてるんですけれども、 本当ね、結構同じような考えを皆さん持つと思うんですよね。ゲームの CG でリアルタイムにマトリックスの世界が再現されていて、まあ、街並みとか車の動きとかが CG なんだけど、だんだん CG じゃない感じになってきているっていう世界ですね。で、これを使っているのがエピックゲームズっていうのが一つポイントで、 エピックゲームズっていわゆるメタバースのシンボルとしてよく使われるフォートナイトを作ってる企業でもあるんですよね。フォートナイトはまあ今はどちらかというとアニメ調のカラフルなキャラクターなんで、まあ、リアルっていうよりはまあ,あくまでバーチャルなサービスだというのは非常にわかりやすいパターンだと思うんですけど、それでも まあ、登録ユーザー数が3億5千万アカウントとかね、これは3億5千万人なのか、福岡なのかよくわかんないですけど、いずれにしても3億5千万登録があるサービスなんで、それこそヨネズさんがコンサートやったりとか、アリアナ・グランデがコンサートやったりみたいなのでよく話題になるんですけど、今はまだやっぱりそのコンサートやるっつっても映像があくまでゲームのカラフルな世界の映像なので、 やっぱりリアルなヨネズさんが好きな人からすると、まあ、コンサートって言われてもちょっとなって思う方も、まあ、少なくない状態だと思うんですよね。ただ、これが今回のアンリアルエンジン5で作られると、多分ね、相当リアルになってくると思うんですよね。いわゆるコンサート会場にいるような錯覚に陥った状態でのコンサートっていうのが、可能になってくんじゃないかなっていう。 であのそれこそスペースデータっていう会社で、佐藤さんっていう、まあ、連続起業家の方が、まあ、日本の方ですけど、衛星データをもとに街の 3D データを再現して、それをあの無料公開しようみたいな取り組みをされてる方もいるんですよね。これはあの、YouTube 側に渋谷の街があの支持化されたデータが出てるんですけど、 こういうのを組み合わせると、たぶんこのゲームエンジンとこの街の 3D データを組み合わせると、結構手軽に 3D 空間に没入するゲームとかコンテンツが作られちゃうだろうなみたいな。まあ、マトリックスね、もう20年以上前の映画なんで、今見るとちょっと古いなと思うところも当然あるんですけど、 やっぱり世界観としては本当に当時新しかったんですよね。ある意味20年後の今を予言していたような映画だなって個人的には思ってますけど、それがこう実際に自分のゲーム機でできちゃうっていうね、いや本当ちょっとプレステ5どうすれば手に入るのか本当教えてほしいんですけど、もうね、自分でまだデモ作品をプレイしてないのにまるでプレイしたかのように 喋るってちょっと詐欺師に近い状態になってますけど、YouTube の動画を見ただけでも結構、あの、特に僕と同じ年代の方からすると感動できる出来事だと思うので、ぜひちょっと見ていただければなと思ったりしております。はい、えー、今日もありがとうございます。